そんなやつと組んだから大津は今地獄を見てるんです。僕は黒川を塔から追い出すためにやってるのに、なぜか大津は黒川についていったんです。その報いを今受けてるだけのことです。5月の10日に、記者会見を開いてね、なんて言ってるかっていうから、前任者の立花隆の犯罪行為について警察と連携しながら今動いてます。第三者委員会にもやります。10月に言ってるんですよ。もうこれはじゃあ5月に言ってるんですから、6、5、半年。どこの警察と連動したの？人を犯罪者呼ばわりしといて、ね、そういうことは大津さん側はもう少し想像力を働かせた方がいい。この後どうなるのか、我々は全部、例えば自分たちが負けた後もどうなるか、だから民事再生だってやってるわけですよ。大津パパのことも杉田のことも後から訴えていってる。それは黒川には弁済能力がないから、で大津パパには弁済能力があると思ってるから、まあ大津にもあるでしょ。杉田文科大臣っぽいよ。それがもともと暴力団だったっていう話は俺もいろんなところから聞いてるから。住所晒す行為に対して、まあ何か言いたいんであれば、債権者の H さんの住所晒したまんまですよね。でやめてくれと、私が豊田先生と大津さんに、もうこれ黒川さん出してるのやめさせてください、あんたたち指揮命令関係あるでしょって言ったら、いや自分たちはそんなことはやらせてない、その資料は自分たちから渡したもんじゃないって言ったけど、その後黒川さんが自分自白してた、自分でもらったって自白しましたから。だからいくら豊田弁護士が嘘ついても黒川が全部喋ってまうから、党に不正なかったって黒川言ってたでしょ YouTube であ不正ないですとか言って、そんなやつと組んだから大津は今地獄を見てるんです。僕は黒川を党から追い出すためにやってるのに、なぜか大津は黒川についていったんです。でその報いを今受けてるだけのことです。それをね、8月4月から4、5、6、7かな、いわゆる4月、5月、6月、7月4ヶ月一緒にいたわけですよ黒川とね。で今はまた言うんですよ、黒川切ったから死なんてまた言うんでしょう。でも黒川と大津が一緒に動いてた時の責任はこれから取ってもらわなきゃいけないからね。で少なくとも犬笛吹くとか今裁判でここまで喧嘩してるんだから、豊田弁護士に確認してからツイート書けよ。ツイッター俺すぐ訴えるからね。これ一昨日やったものを今日訴えたんだ。でそれを豊田弁護士はなんか請求の趣旨の追加がどうのって言うから、いやもうこれはここで勘弁しといてあると、次やったらまた別の裁判起こすからということで、まあ今日の僕の裁判も結構なんか理解してくれたっぽいですけどね裁判官。まあもう名誉毀損は言った言わない、あとは同票するか評価するかだけ。でもそのそれぞれの金額書いてくれって言われたらまた2回目ですよ。だから出してくれそうな、言ったのは確かに黒川や杉田なんですよ。でも黒川杉田は自らがお金ないって言ってるんですよ。裁判に負けても払う金がないから好きにしてくれって言うんです。大津はそれもちろん知ってるわけですよ。だからこいつらを使ってやらせたっていうことをこれからこっちは立証していくってことなんですよ。でどうしてもそのために必要なのが秘書にいた広志やから、大川広志からちょっとその辺の協力はもらおうと思ってます。さすがに、まあいつ謝ってきてるので、どういうね4人でどういう、まあ広志も入れて5人でね、黒川と広志と大津と大津パパと、ね、杉田がどういうグループラインにやり取りしてたのかとかね、そういうのをちゃんと証拠で、出してですね、あんたたち裏でつながってるでしょと。大津は少なくとも立花さんが困るんだったらなんかやってほしいみたいなことはツイッターで書いてるからね。でやっぱり一番いいのは裁判所にね、大津をちょっと引っ張ってきたい、証人尋問でね、本人尋問で引っ張ってきたいです。本当にね、いい加減にしろよと。裁判所の小銭ね、よく考えてひどいやつやね、あいつ全部弁護士に任せて勝手にツイートしといて、でさ訴えられたら弁護士使って本人何も出てこず、弁護士トヨタさんだいぶと困ってるよあれ多分。そうですね、多分あんな犬笛吹いたとか知らんと思うよ弁護士さん。だって昨日の夜僕ファックスで請求の原因の追加って出したんでね、こんなこと言ってたんだみたいな。だからまともな反論できない状態になる。まあまああと11月の6日にも大津彩香被告の裁判がなんと2階建て10時半と17時半。これはなんかめちゃくちゃ不法行為してるから3つやってるんだけど、どん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 それぞれに追加していってるんですよ。止まらないから大津は。だから、12月の6日は僕のスポンサーが、まあ簡単に言えば僕応援する青汁王子がお金をZリーに払って、Z リーから折原にお金が500万か600万いって、折原が大津殺すなんて言ってるんですよ。お前ら勝手に自分らの自作自演じゃん。全部お前らの仲間やんか。そういうことであったりとか、もちろんそれに対して、
青チルヒルズに凱旋行ってる。今回は6月の6日9日の凱旋、俺の家の凱旋を言ってるけど、青チルヒルズの凱旋に関してはそっちの1000万円の方で請求の追加をしています。であと同じく4月7日の記者会見に対する、こちらは裁判をしてるんですけど、5月の10日に、記者会見を開いてね、なんて言ってるかって言ったら、前任者の立花隆の犯罪行為について警察と連携しながら今動いてます、第三者委員会にもやります、10月に言ってるんですよ。もうあれから、いや5月に言ってるんですよ。6、7、8、9、10、もう間もなく半年ですよ。どこの警察と連動したの、人を犯罪者呼ばわりしといてね。これをやります。だから4月の10日と、あ、4月の7日の記者会見と5月の10日の記者会見を名誉毀損だということで、同じ日に11月の6日の日に行いますので、10時半と11時半ぜひまたお越しいただければと思います。重ね重ねになりますけれども、今結局大津さんは仮にも総務省が届け出受理しないためにその代表としての地位があるように見えると、そういう前提の中で全てのことが起こってるけれども、この登記の裁判の判決一審でもう十分だと思うんですよ。この判決出た途端に全ての状況ガラッと変わると思うんですよね。まず総務省がもう自分たち手のひら返して、いやいや自分たち責任ないですよって、いやそんなの知りませんよってなった瞬間に警察だとかいろんなものの動きってものすごい良くなるんで、そういうことは大津さん側はもう少し想像力働かした方がいい。この後どうなるのか、我々は全部例えば自分たちが負けた後もどうなるか、だから民事再生だってやってるわけですよ、保険かけて。そういう想像力働かせないと、後でみんなが責任逃れに動いた時に誰にどれだけのストレスがかかるのか、そういうことをもっとしっかりと考えた方がいいと思います。まあだから大津だけじゃないということですよ、ここだけははっきり言っておきます。もちろんだって大津さっき今言ったように黒川や杉田に損害賠償請求などやる支払い能力がないから、そこに関わってたやつらをみんな訴えていってるわけですよ。だから、別にね、裁判所ももしそんなのあちこち4人でやった不法行為をそれぞれ4人一気に訴えなきゃいけないって法律があるんだったら、とっくに豊田弁護士言ってくるじゃないですか。僕は大津のことを後から訴えていってるわけですよ。大津パパのことも杉田のことも後から訴えていってるんですよ。それはもう黒川には弁済能力がないから、で大津パパには弁済能力があると思ってるから、まあ、大津にもあるでしょう。ただ大津が今回の代表権でやったことを大津一人でできるかと厳しいので、今大津とつるんでるやつらにも裁判をしていくっていうことで、ここは法人と民意の団体は違うって何度も言ってるんだけど、分からんやつには分からんでしょ。そうですね、よくなんか喧嘩でね、暴走族とかに殴られましたと、じゃあその殴られた人は誰に殴られたか分からないけど、その暴走族としてそこにいたやつ誰訴えてもいいんですよ、殴ってるやつ。当たり前のことですよ。そうです、ね、法律知ってる人が当たり前のことです。で、そこにおったやつだけ特定すれば、こいつを訴えれば、あとはこいつが他の不法行為したやつに求償権って言って、中までまた裁判しろと。被害を受けたやつは、こう被害をしたやつらの大勢の一人でも一人でもいいから、そこからお金が取れます。あとは自分たちでやれっていうのが法律の考え方なんで、そうです、被害者救済が一番ですから。不申請連帯債務、不申請連帯債務って言って、相手が5人共同不法行為した人間がいたら、1人に対して1000万請求できるじゃなくて、全員誰に対しても1000万請求していいんですよ、総額で。であと取った人間の中で自分たちで、じゃあ俺がいくら負担したからって、そんなの勝手に加害者側でやってくれって話なんで、被害者救済は厚く法律は認めてるんで、そのこともよく理解した方がいい。だから私は言ってませんと、大津の言い方だったらね、私は黒川と杉田が行くことは認めていたけども、まあ少なくとも積極的に止めなかったけども、私は直接立花さんの家、青汁王子の家に行ったわけじゃないんだから、私は知りませんは通らないということです。責任が100のうち1であっても、 100万円払えのうちの1万円払えばいいっていうのは、それは自分たちの中で最後決めろ。誰か1人から被害者100万円もらえます、じゃあ被害を加害者の中で誰がいくら払うのか、またそこの中で話し合いするなり裁判しろっていうのが順番なんで、これを求償権とまあ言うんですけど、まあまあそういうことでね、あんまり舐めてたらダメですよと、大津の味方をするっていうのはそういうことだということをね、舐めたらいけないっていうのは、法律勉強してからこういう政治的な揉め事に入ってこないとね、ただツイッターで大津さん応援しますぐらいはそれはいいでしょうけど、わざわざ乗っ取りするって分かってる総会に出てきてですよ、
それをやったらいずれそういうの書類出てきますから、個人情報ね。それはどうぞ、文句があるなら、立花が脅迫だとか名誉毀損だとか、あの威力業務妨害って言うんだったら、どうぞ裁判所に来るなり警察に行ってみてください。どちらが言ってることが正しいかすぐ分かるということでね、非常に攻撃的ですけども、まあ仕方ないですね。裁判というのはそういうもんだから、政治も裁判も、まあ、戦なんでね。そこ、まあ、なんかちょっと思うのは、昔今から20年30年前って、例えば暴力団による不法占有、民事介入暴力団って話がありましたけども、今は暴力団が相当摘発されたんで、そういう事案なくなったんですけど、こういうのもちょっと新しい意味での、まあ、民事介入暴力みたいなところを予想呈してるなとは見てて思うんで、今杉田自身が、ね、自ら過去に暴力団であったみたいなことをあちこち言ってるんで、ね、杉田文科といつも来いよ。だからお前がもともと暴力団だったっていう話は俺もいろんなところから聞いてるから、そこはね、なんでこちらもあの手を引くことできないっていうのは、今ここでこういうことを法が許す、まあ、立花さんが代表してこういうことを許さないっていう態度を示すことによって、今後こういう民事介入暴力のような事案を撲滅するために一つやらなきゃいけないかなと。そうですね、お金持ってる人がお金ない、その辺のチンピラ使ってね、相手を脅しに行くっていう事例なんで、それについてはしっかりと徹底的に対価の戦っていくと、まあ、潰していくということです。終わりましょうか、はい、はい、ということで終わります。 NHK をぶっ壊す初プロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反射に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何が何がお客にさ、多分何が女性の方もっと一発自信よ、お客はもうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をでっかー